新型コロナの感染が急拡大する状況を受け谷本知事は昨夜、国に対してまん延防止等重点措置を適用するよう要請しました県は昨夜、対策本部会議を開き県内の感染状況をステージ4感染拡大緊急事態に引き上げるとともに国に対してまん延防止等重点措置を適用するよう要請しました。 予想以上に早くですね、2、えー、桁の大台に乗った119人の感染者が確認されたということでありますんで、あまあ、内々想定はしておりましたけれども、改めて大変憂慮している、そんな心境ですね。 これに伴い金沢市内の飲食店に対して午後9時までの時短要請を来月22日まで延長するほか今月31日から酒類の提供自粛やカラオケ設備の利用自粛を要請しましたただし県がお墨付きを与えた感染対策の認証店は1グループ4人以下または同居する家族の利用に限って午後8時まで酒類の提供が可能です